この場所は全部手で作ってることなんです。ですからで、こういう楽器は全て手でやってます。それから皆さんが違う違うって言ったら、多分この辺にこうプロクででかいアンプがついてるんで、コードを作るとか好きな人が現れると思います。それから弾き方が僕ら斜めになってたり、かなり今違います。だから皆さんが一生懸命お勉強してるから、あれなんですけど、本来楽器というものは、アンプとかそういうものは使っちゃいけません。だから弦楽器というものは全部こう十字架に当たらなきゃいけません。そのためには、ギターなんかでおかず座っていきますと、こうやって斜めにここがなります。ここがこういう格好にならなきゃいけないです。手が。これで十字架ですよね。で、今度はこっち側がこういうふうに当たらなきゃいけないです。この縦に。全部がこう、こっちも十字架、こっちも十字架にならないとダメ。ですから、対象ことの場合も、ここのところが十字架に当たらなきゃいけないです。で、ピックはこういうふうに当たらなきゃいけないです。で、それをやると、どうしてもこの形になっちゃいます。そうすればアンプはいりません。アンプがいるってことはどういうことかっていうと、アンプを通すと変な音がするんです。まあ、皆さんが言うのに綺麗な音って言うんですけど、本来ではやっぱりこの音の方が綺麗です。生の音の方がはるかに綺麗です。で、アンプを使っちゃいますと、手の振りがこう小さくなっちゃうんです。で、やっぱりそれですと、もうだんだんです。大きく振らなきゃいけません。これからピックもご覧の通り、こう大きなチップ。これはやっぱり僕らは自分で作ってきます。下敷きとかもの。切ってる。で、やっぱり全てその楽器もで楽譜もこういう楽譜本来見ません。全部反抗しちゃいます。全部なんか入れちゃいます。そういうふうにしないと音楽が楽しめないから、全て皆さんのやってることと否定するような形になっちゃうんですが、誠に申し訳ないんですけど、まあ、そういう形になっちゃいます。これからこうギターと合わせていくっていうのは、これ小川正夫先生なり明大なんかがやってる。で、これが明治大学なんかだと、これがマンドリンになっていくわけですね。で、そんな風な形なんです。じゃあ、お祭りマンボという曲があります。で、これからやりますお祭りマンボ、船頭孝太物語、古城の式、鎌倉芸人の内田海峡というのは全てオリジナル作品です。で、お祭りマンボというのも美空ひばりさんが歌ってたんですけど、最初の方に僕らが独特に開発しました、大正琴で津軽三味線ができないだろうかっていうので、津軽三味線を入れて見てます。かなり難しい弾き方です。そこからちょっとできなくて、なんとか開発に時間かかって、その津軽三味線を入れられるようになりました。で、そういうのも含めてお聴きください。だからギターの方もこういう楽器っていうのはこう弾くだけじゃなくて、さっきもちょっとやったんですけど、こういうふうに叩いていきます。そういういくつかの特別なことをやりながら弾いていきますので、そういうのも楽しんでください。いや、お祭りマンボです。大丈夫です、ね、お願いします。
そんなアップにしないでください。耐えられないから。今晩 NHK で放映するから。耐えられない。やだやだ。この曲の頭は本当はカマ